ピュイゼ・ギュール公爵アマン・マリー・ジャック・ド・シャストネはフランスの貴族であり軍人でありメスメリスト。特に催眠を科学的に解き明かした最初期の人物の一人である。ピュイゼ・ギュール公爵家は代々パリ北東のソワソンを所領とするフランス屈指の名門貴族であり、多くの軍人を輩出し、またフランス貴族会でも事前事業に熱心なことで知られていた。 1751年、家の長男として誕生したピュイ・ゼギュールは、フランス王国軍の砲兵将校となり、1779年のジブラルタル包囲戦においても活躍した。所領に帰還後の1784年、ピュイ・ゼギュールは、動物時期を知り、それを用いた治療行為を始めた。1785年には、出生先のストラスブールで、 動物時期の普及を目的とした名誉上和協会を設立した。1789年のフランス革命で貴族であったピュイゼギュールは所領を没収され、本人も投獄された。旧地の貴族たちがギロチンにかかる中、幸いなことに2年で出国し、丘陵ソワソンの市長となって、再び動物時期の研究に携われるようになった。1825年、 王政復古の最中、シャルル10世の体冠式に出席した後体長を崩し、故郷のビュザンシーで74歳で養去った。動物時期はドイツの医師フランツ・アントンメスメルが提唱した説であったが、1784年のフランス王立科学アカデミーの調査で実在を否定されたものの、その後も民間レベルにおいては施行され続けていた。 ピュイゼギュール公は動物時期術を弟であるシャストネ博爵から学んだ。シャストネ博はすでにメスメルの弟子であり、ピュイゼギュールもまた巨匠に物理実験室を持つなど解明的な資質があったため当初懐疑的だったピュイゼギュールもすぐさま動物時期に感化された。初期のかつ最も有名な患者の一人はピュイゼギュール家に代々使えていた。 ヴィクトル・ラースという23歳の農民だった。ラースはピュイゼ・ギュールによって簡単に時期化したがメスメルが唱えるような痙攣や運動作乱を伴う劇的な反応とは異なりまるで睡眠のような奇妙な振る舞いを見せた。ピュイゼ・ギュールはその睡眠に似た状態を人工無誘病と名付けた。この状態になった患者は一種奇妙な睡眠に入るのだが 普通の覚醒状態よりもさらに意識が明晰で、術者とラポールを持ち、命じられるままに行動し、術後には記憶を喪失する。これは、言うまでもなく今日、催眠、トランスと呼ばれているものであり、1842年に、イギリスの医師ジェームズ・ブレードが催眠と名付ける50年以上、前に、すでに発見されていたのである。そして、ビューイゼ・ギュールが、 人工無有病で発見したいくつかの特徴は彼自身の発見によるものであった。ビューイゼギュールは居場のあったビューザンシーで領民に対する治療を行い始めた。当時のどの貴族もそうであるように貧者から治療費を請求することはなかった。彼の治療は評判を呼びフランス国外からも患者がやってくるようになった。増えすぎた患者に対応するため彼は 自家した体重を用いた集団治療をしばしば言った。1785年、ピュイゼギュールはストラスブールに出生し、当地でも動物磁気術を施した。そして当地のフリーメイソンの要請に基づき、動物磁気についての講演を行った。その結合は以下の通りである。私は信じています。私の中に一つの力の存在するのをこの信念から、 発するのです。私がこの力を使おうとする意志は、動物時期の原理全部は二語の中に集約されます。信じよそして意志性よ私は信じています。生命原理を発動させる力が私にはあると、私は意志します。それを活用したいと、私の学ぶ方法はこれにつきます。信じ、そして意志してください。皆さん、そうすれば、皆さんは、 私と同じようにできるはずです。ピュイゼギュールコービュイセギュールは出生先のストラスブールで動物磁気学の普及と育成のために名誉上和協会を設立した。それはまた磁気術を施す施設を開設する目的もあった。1789年にはアルザス地方の貴族を中心に会員は200名を数え治療を無料で行う代わりに その治療報告を提出させた。この頃には、すでに、メスメルの用いた、磁気オケア、ビュザンシーの自家した体重などはなりを潜め、真に治療で必要なのは、術者の意志であると信じられるようになった。物理的な実機的流体の存在を前提とした古い、メスメリズムからの決別である。名誉調和協会は、フランス革命によって、解散のやむなきに至った。 革命の混乱が収まった後、ピュイゼギュールは再び研究を再開できるようになった。この頃重症精神病の少年の治療を行ったが、これは後の精神療法の先駆的事例である。1814年ナポレオンが失脚すると、フランス国内の磁気術師は自分たちのシンボルとしてピュイゼギュールを担ぎ出そうとした。彼らはメスメリズムの語源が人名であったことすら知らず、 ビュイゼギュールが革命前に企てた動物児記述を彼の名で広めようとした。しかし、ピュイゼギュール自身は、自らは常にメスメルの忠実な模倣者であると信じていたため、功績を決して自分のものだとは主張しなかった。また、ブレードの造語である催眠が広まったことで、ピュイゼギュールの名は徐々に忘れ去られていった。ピュイゼギュールの催眠や心理学に対する偉大な貢献は、 一度は、渦漏れてしまった。それを発掘したのが、ノーベル生理学、医学賞を受賞したシャルル・ロベール・リシェである。彼は1884年に、初期の催眠療法の理論や手段がピュイゼギュールによる、ものであることを再発見した。リシェは、ピュイゼギュールの名は、メスメルと同列に扱うべきである。もしもピュイゼギュールが存在しなければ、動物時期は短命に終わり、ただ時期置きを用いた。 心霊現象の流行が見られたという記憶が残っただけだろうと述べている。また、カナダの巧妙な精神医学、心理学の歴史家であるアンリエレンベルガーは、その主張である無意識の発見の中で、ピュイゼギュールを精神医学の歴史の偉大なる貢献者の一人であると表している。ありがとうございます。